おさこのキャップメガネにボーダー見た目不審者のアワトラとアンアンミの声オタクソムディエ白子が笑いを狂い一時間フリムーラジオ始まるよ。 皆さんこんばんは。2月14日、バレンタインデーの水曜日夜9時を回りました。79.7MHz FM ドワン毎週水曜夜9時は、今週もフリムーンラジオの違うです。お相手は私、なるとらです。よろしくお願いします。ええそして、はい 正面で見ても、横から見ても、下から見ても、やっぱ熟女。声 <laughs> はよろしく、おいきみ <laughs> ですお願いしまーすそして。はい、ワンマンコでございます。ワンマンコえーっとね。はい。はい 慣れないタク操作さに戸惑ってしまうので。あの、無口の、無口多めになるかもしれないけど気にしないで聞いてくださいね。はい。ミキさんのエコタイルでした。よろしくお願いします。なかなか見れないエコタイルが今目の前にいます。いや、いいよ。たまにはね、こうやって影の声で操作しながらね、ナルトラの角だけ下げて遊ぶという。あまあ、あの、どちらにしてもですね、エコさんの顔が僕からは一切見えません。だからね、正面にはセ加するのあの、パソコン、ノートパソコン この画面が見英語からはアップルのマークしか見えてない。そうそうそう。だから、今日は一番いい環境でできそうですね。いい。何を、俺が何をくらんでも平気という。そうですね。笑えないという。はい、さあ、ということで、そんなですね、先週はですね、FM 技能版改装中ということで、再放送をお届けさせていただいて、で、今月はあと3回の放送はいつも収録用で使っています B スタジオからの放送ということで、 えー、三、はい、人がですね、なれない感じがわかるんじゃないかなと思います。はい。さあ、ということで、2月、まあ、生放送は一発目の今日14日の放送ですけれども、早速、スポンサー様の紹介からいきたいと思います。いいね。スポンサー紹介からいくということは皆さん、いいお知らせがありますよ。では、行きますね。フリムンラジオ。この番組は、エコザイル様の運送会社です。NS 配送。 神奈川県北部といえば、相模原。相模原といえば、スラシドおばさん。スラシドおばさんの会社といえば、コーズ土地。ある時はマンスリーゲスト。ある時はバンドメンバー。ある時はイベンター。ある時は本屋さん。その正体は、ラッパーのジャパナ。エコザイルさんのアグです。アグーと言ったらいじるよ。ラジオネーム、ギネス。家族の笑顔に、マーサンド。カメカメ島餃子。 いつまでも女の子大好きなリスナーです。ラジオネーム、かっちゃん。読ミタンチワイフより、読みたんラブ。ラジオネーム、埼玉の号。旅は続ける。人生はためない。四国徳島の推し活トラベラー。ラジオネーム、バーモント。フリムンファミリーの提供でお送りいたします。ということで、なんと、個人スポンサーがお二人増えましたー すごいですね。本当にスポンサーが増えるだけでもありがたいんですけども、一気に、お二方からのスポンサー、あの、ミッチーさんから、リスナーさんの会社がという、スポンサーになってくれてるのでって書いていただいてますけど、あの、個人名でスポンサーになっていただいてます。ありがとうございます。あのただ一つ、あの、お詫びを申し上げますと、あの、CM、ね、先月のうちに、 あの、声取りをさせていただいてるんですけども、今、ちょっとこの状況で、あの、CM の作成作業がちょっとできないという、でき、遅れてるということで、ちょっとあの、CM の放送は、えもうしばらく待っていただけますかあの、かっちゃんさんのね、CM を含めまして。はい。ですので、ちょっとよろしくお願いいたします。では、前置き長くなりましたけれども、今週のオープニングトークは、ホワイティさんです。はい、どうも今週お送りする。 ええ、男総務やホワイトイニシャルが送るえオスメンズクラブとはまた違った。はい。え今回はバレンタインということで、バレンタインソングをえベスト3を持ってまいりました。まあまず一曲目はですね、スタンダードなマイファニーバレンタインですね。はい。こちらのまあ有名ですね。千九百三十七年にリチャードロジャースとロレンスハートにより作詞作曲されミュージカルベイブスイン。あ、そうだ。 発表されたしょっちゅう、ということまございますよ。俺ね、いいの、見つけてきた。え、どんな歌がみんなわかるかな。さあ、どんな曲なんでしょうか。うすごいスタンダードソングよ。うまい、ファーレバーレントラ。うまい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 。うま えっと、なんていうか、まあ、最初、フランク・シナトラさんなんか有名なんですけど、はいえー、ちょっとね、この歌詞すごいムーディーなんだけど、はい、意外とね、和訳すると、はい、あの、ちょっと、 ポップな感じなんですね。これね、えー、私の愉快な恋人、バレンタイン。ファニーな人というのを何と訳すべきか難しいかったということですね <laughs>、えー。優しくて面白い恋人、バレンタイン。あなたはいつも心、えー、いつも私を心から笑わせてくれるという、まあそんな歌詞のね、はい、あの、まあ聞いてわかるよう、ね、に、女性から男性への感じの、えー、ラブソングというふうになっております。えー、はい。はい、でですね、えー、さあ行きましょう。はい。2曲目は 2>, ?2 曲目。 我らがユーミン姉さんございます<お>、えー。バレンタインレディオ。ああ<ー>、えー、来たこれ、えーえー、ね,ね、まあ、たー遠く離れててもあなたにね、まぁ、あ、ラジオを通じて、ねのね、いろんな思いをこだえたり、えー、伝えたりね、あと、リクエストなんかもちょっと意味深だったりね。ね<ー>うん、それをポップなう曲に乗せて、はい、ポコポコポコっとユーミン姉さんが歌ってしまうと思います。素敵でございます。素敵な曲ですね、あの曲も本当に。そして 三曲目。三曲目。一ね、スターダストレビューがですね、<お>1992年出しました。はい、えっと、アルバムなんですけども、待って、待って待って、アルバムタイトル急に忘れたわ。えっ、ー、と、あ、なんか足元映してる私、足元って人の足元を撮ってるわけじゃないんだよ。はい、こちらですね、あの、えっ、ー、と、フェイストゥフェイスという、はい、あの、ライブアルバムなんですけれども、ここに入っちゃいます。はい、あの、マイファンキーバレンタインという、 歌があります。はい、でですね、ライブバージョンなんで、もう当然、あの歌だけがポンポンと流れるわけじゃなくて、はい、途中でですね、要さんのトークが入るんですね。で、えー、この歌の前に、まあ漫才の、漫才というか、まあ、えっ、ー、と、はい、えなんでか漫才,漫才というよりは、話し家さんみたいなね、あの、話、こう、トークで始まるんですけれども、まあバレンタインに、まあ主人公が高校の時にチョコレートがもらったと。はいはい、で、そこにはフロムヨシミと書いてあった。 よしみ、ただ、もう、あの、よしみちゃんに会えることはなかったと。そして、ま、十何年経ち、えー、偶然街で友達と会い、はい、飲み交わしていくうちに、あのチョコ実は俺が送ったんだっていうカミングアウトされたんですね。ああ、えー、これは深いですね。ねそれでですね。えー、え、だってあれ、よし。そう、彼の名前はよしみただしだったという、そういうお <laughs> そこから、えー、<laughs> マイファンキーバレンタインの歌に。 とと入っていくといくうね<ー>ぜひ皆さん、あの、えっ、ー、と、このサブスクいらっしゃる方は、ぜひぜひ、ひでいただきたいと思います。ぜひぜひ。笑いと渋さが入り混じるスターダストレビューの世界を、はい、皆さん。そうですねハ。ハッピーバレンタイン。ハッピーバレンタイン。ということで、ええー、今日はですね、これは、あれですか、うん、あの、一緒一緒に 彼と一緒に聴きたい三曲っていう感じでいいんですか違いますね。私は一人で聴きたいです一人で、シュこう、シュシュシュとでも、染み込んでいく感じのね、バラーティ。あ、いい歌だな。いい歌ですね。そういう感想を持ってもいい歌かもしれませんね。大体さ、男と女が一緒に歌とかさ、映画とか聞いてさ、最後までさ、聴ける覚えはないからね。確かにそうですね。あの、どっちかって言ったらもうね、一緒にいることが、もうそれによっちゃうみたいな感じですね。もしくはね、途中でね、違う路線に行っちゃうのよ。 違う路線。デュフ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 同じ現金でございます。ね、もう本当にね。はい、あの、よくね、えー、こんな、ね、もう本当、どんな路線に行くのかわかりませんけれども。ね、本当に。ここから先はちょめちょめ。ね、もう、愛の逃避行でございます。好きでしょ、みんな。え愛の逃避行。二人共和国。嫌いな奴いるのかよ、 れいよ本当ですよ。見たことねえよ。もう、そんなロマンティックな名前のね、なんかホテルに行くんでしょうね。ほんとね。はい。というわまああ、ナルトラはね、お店専門だから。あのー、いやーそこにはロマンティックもんかけらもなーいというで。いつもだろはい。そんな感じでですね、えー、現実的にされる、えー、フリムラジオですけれども、今週のメールテーマはこちらいきましょう。発表です。今週のメールテーマはこちらです。 チョコの話。ということで。えー、バレンタインに限らず、まあ、今日ね、バレンタイン当日ですけれども、バレンタインに限らず、チョコの話で OK です。うん、結構ね、もう、今日とか昨日とか本当に、ね、このラジオね、皆さんたくさん聞いてると思うんですけど、うん、こすってこすってこすられまくってるテーマかもしれませんけれども、ぜひぜひ。うん。フリームーンだからこそ送れるチョコの話を送ってみてください。うん メールアドレスはこちらです。moon.fmgino1.com。この番組専用のアドレスです。moon.fmgino1.com です。この番組は YouTube ツイキャスで映像と音声を同時にネット配信しています。YouTube ツイキャスそれぞれのトップページから FMGino1 と検索していただいて、チャンネルからご覧ください。そして、えー、ツイキャス YouTube それぞれ、えー、画面 えー、コメント欄があるんですけれども、この番組はツイキャスの画面のみを常時見ておりますので、コメントでわちゃわちゃ楽しみたい方は、ツイキャスの登録をお待ちしております。えー、パソコン、それからスマホ、アプリから登録できますのでよろしくお願いします。えー、さらに、この番組では引き続き、スポンサー様を募集しております。1月3000円から CM 付きで告知ができますよ。 ラジオ番組で〇〇の提供でお送りしますと言われてみたくありませんかぜひぜひ、スポンサーよろしくお願いいたします。ということで、CM いきたいと思います。 メガネに青いキャップちょい太めそんな泡ラをいじるのが好きなリスナーさんいらっしゃいフリムンファミリーも待ってますフリムーラジオはい フリムンラジオ、FM ギノワンの今日は B スタジオから生放送でお送りしています。ということでね、本当にもう、勝手が違う状況で、はいろいろね、あのー、にだめっこしているエコさんが若干今、うん、パソコン越しに見えているという席からお送りしていますけれども、うん、それではこの時間は、まずツイキャスのコメント、今日はね、あの、ゲストさんもいませんので、たっぷりと読んでいきたいと思います。じ、はい、ゃ行きましょう。はい。えー、まずは、えー、埼玉のゴーさんです。うん、えー、ナルトラさん、エコさん、ファイティーさん、リスナーの皆さん、こんばんむー、うん バレンタインに愛された男、埼玉です。ということで、えどれだけ愛されてるんでしょうかね。はい。まあ、奥さんから愛されればいいんじゃないでしょうか。はい。そして、えー、ナルトさんち系なということで、確かに、いろいろ近いところにカメラもありますんで。はい。さあ、今、えちょっと、ただですね、ちょっと、もう今、パソコンの操作もですね、なかなか手間取りながらですんで、はい。えなかなか、あ、今、 聞こえてきてますね。はい。じゃ続き、コメントいきたいと思います。えー、え沖縄 T シャツパパヤさんです。今夜も元気に、こ,こんばん<え>むー,ーん旦那が帰ってくるまでお邪魔します。<laughs> ハ今日、ね、と,と,と今日は帰ってきてほしいんじゃないの <laughs> ね、どっちがいいんでしょうか、うん、ね、本当に。はい。さあ、えっ、ー、と、今ですね、えっ、ー、と、エコさんがですね、横通り過ぎていってます。ちょっと今、カメラが若干、えブ、ー、レ、うん、ましたね。失礼いたしました。 えー、ちょっとですね、だから本当にですね、このツイキャスのマウスがないので、となかなかうまく止められないんですよ、本当ね。えー、き、うま、ん、いいところで。はい。えっ、ー、と、沖縄大好きさん、こんばんむー、あ、雨割まわり様ということで、ね、今、まわり、や、もう1時間、2回目の放送が終わったところですね、多分ね。ああ、なるほど。ええー。ちょっと待ってくださいね、これ、なかなか読めないなー、ツイキャスが。えー、途中までは読めるんですけどね、ちょっとい、うん、行きましょうか。はい。えー、高尾さん、うん、隠し事かバレンタインで、 チーン。セルフチーン。チンベルがないので。本当だ。セルフチーンですね。そして、カーポイさん、ありがとうございます。ええ、ナル、ナルツバさん。ナルツバさん。ああ、まだまだですね。まだ、まだ早いです。エコさん、ホワイティ西原さん。ええ、オープニングアクトのユンナちゃん、皆さん、こんばん、ムーンライト。ムーンライト。しかし雨降らないですね。とうとう、貯水率50%切ったみたいだよ。大変になってる。ええ、今年断水するかな、ということで。 ちょっと心配ですよね。ちょっと降ってほしいね。え<ー>。ドっと、ね、なかなかね、あのー、うん、どうしてもキャンプ、プロ野球キャンプの時期ですんで。うん、ね雨降らない方がいいんですけど、うん、そうも言ってられないような感じになってきましたので。なんか夜だけドザーっと降ってさ。ね朝、ね。そうですね。暇 その方がいいかもしれませんね。はい。極端ですはい。ということで、僕のスマホで今、あの、ツイキャスを開けましたんで、コメントこっちから見ましょう。ちょっと、これなかなか止まらないので、もう、最新のやつをちょっと見せるようにしますね。すみません。はい。えいきますね。うん。えシュプリームさん。はい。おこんばんムーン。初見の渡る世間はおにぎりばかりです。何言ってるんでしょう。おにぎりね。えこん。エコさんが今、退出してますので、えセルフで。 はい。チューンダンちょっと適当な。いたはい。そして、ヤんポーさん、こんばん、ムーン。ムーン。えそして、えー、ミッチーさん、こんばん、ムーン。ギネスさんも、こんばん、ムーン。さあ、え続いて行きましょうか。はい。えーと、沖縄大好きさん呼びましたね。はい。そして、はい。たま埼玉さん、三原順子今日も好きだね。塾女や。 ということで。そうや、熟女や。ああ、もうこれもね、コメントも言いましたもんね。はい。そして、バーモントさん、今月スポンサー様、いただいてます。ありがとうございます。秘密基地にお集まりの皆さん、こんばん、ムーン。秘密っぽい。本当ですね、秘密基地ですね、本当ね。はい。そして、えミスジダさん、こんばんちゃムーン。あれエコさんがいないぞ。そうなの声はあれど、姿は見ず。さては、エコさん、サスケになったかということで。今は本当に今、姿が見えません。 もう本当にうまく時間をね、繋、え、げ、ー、なきゃければい,いけませんけれども。うん、はい。大丈夫でしょう。はい。さあ、今エコさんが何かね<あ>、えー、確認しながら帰ってまいりました。あ、手元にはタブレットがありますね。<お>はい。はい。これでね、あのー、ホワイティさんもコメントが読めるということで。あ、そうなのえー、今下の方にね、ツイッカスアプリを、エコさんのタブレットはツイッカスアプリが開いてますね。<ー>はい。 ありがとうございます。さあ、そして続いてコメント読みますね。埼玉の郷さん、ワイフ体調悪いのに。ガトーショコラ作ってくれました。泣きそうということで。泣いて。もう泣いて。もう泣いて録音してからこっちの送ってごらん。泣いておたま。泣き声ちょっとみんなで聞いて笑うので、皆さんに。号泣したらどうすんの、これもう超うるさいんだけど。ね、もう本当これはもう愛してあげてください。はい。もうそれしか僕はからは言えません。本当に。はい。 そして、えー、ギネスさんが何かあ、何か書いてるんですけど、これは読めない <laughs> やばいね。<laughs> <ん>えギネスさんが。えどあ。あ、わかりました。あ、やっとやっと読めました。うん、え give me chocolate! ということで。 ああ。漢字。漢字。すべて感じ漢字だ。ゲネスさん。漢字だ。どうしただいぶ進んだな、今日な。飲んでるな。飲んでるそうですね。飲んでる。そしてパパヤさん。スタジオが変わっても変わらなくても、ナルトラさんはポントラですよ。ポンコツの、ポンコツという。よくわかってらっしゃる。ポココポン。 ポン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 ポカポーンということで。はい。そして、ガラスの中年さん。はいよ。チョコレイトディスコ。何言ってるんでしょうチン。だいぶ進んでるな。はいはい。そして、ジュンジュンさん、おこんばん、ムーン。ムーン。そして、はい。えミッチーさん、何か狭い雰囲気と思ったら、そう、録音用のスタジオから今日やっております。え今ですね、えギャラリー、それから、いつもの生放送用のスタジオは絶賛工事中でございます。はい。かなり殺風景です。大変なことになってます。はい。 そして、えー、ね、ギネスさんスポンサー様ですからね、ゴーさんとバーモントさんがスポンサーにということで、そうです。ありがとうございます、もう本当に。ね、この流れを作っていただいたのはギネスさんです。本当ね。はい。ありがとう。はい。あ、3D。えミッチーさん。 スポンサーが増えたってなめれたいということもう本当に。もうちょっと増えてもいいんですけどね。希望はね。本当ですね。はい。もう本当に。そして、ミスジダンさん。ミルネーさんみたいな声、ホワイティさんといいあ、もう、さっきのね。ハッピーバレータイみたいな。そうですね。埼玉郷さんも、ホワイティさん発音いいのか、もごもご言ってるのか聞き取れなかった。わらわら。このもごもごでごまかす。なるほどね。いい感じだね。俺も追いついた。結構コメント読んでないのな。 本当にね、もう、このコメントの多さはね、あの、この前来ていただいた、えー、とね、えーうん、ゲストの方もたくさんおっしゃってますもんね。うん、この番組は、コメントがたくさん来る番組だっていううに、ん。スポポン。ね、1月にはね、松本真紀さんという方来られてましたけど、ちょうど僕、あの、せ、えー、月曜日に、 オンエアがあった FM 那覇の松本マッさんの番組に出演してきましたんで。行っちゃったんだね。行っちゃいましたんで、呼ばれましたんで。行くねえ。えもう、まあンガ投稿60分繰り広げてきましたんで、また YouTube 上がるの待ってくださいね。あ、まだまだ上がってない。まだ上がってないです。FM 那覇ちょっと遅れて上がるらしいんで。そうなんだ。はい。ちゃんと検閲があってから。あさすが、しっかりしてますね。しっかりしてますね。さすが那覇の放送ん。あはだわ。でも FM 技能はフリーダムですから。あ、これ。 ただの法人主義というね。ほったらかされてるね。今どこかで山内局長がくしゃみしてるんでしょうか。しないよ。続いていきましょう。えこエコさん、あ、ごめんなさい。おまめさんです。えこエコさん、三原純じゅんこさん。あと一名省略さん。みなさんこんばんむーん。ということで。省略されちゃった。よ誰誰誰でしょうね。はーい。え、そしてチョコの話。高場さんから。コメントでいただいてます。小学校の頃、流行ったビックリマンチョコをたくさん爆食してたら、突然硬いものが。 ピーナッツなんだろうなと思って口から出したら、なんと乳歯でした。あるはずの歯の位置がスカスカ。ああ。え、下で触れると空洞に一瞬血の毛の引いたことを覚えていますということでわー。まあね、乳歯だったらまだいいですよ。そうだね。大人の歯が生えてくるということですからね。はい。もう今から抜けてしまうともういい。ね。生えませんから。でもビックリマンチョコってそんなさ、はい。硬くないよね。ですよね。うん。うん。もうほんと抜けかけだったんじゃないですかね。 抜けかけだから。そうそうそう。はい。あれね、固いったらおかしいな。なんだろう連れてかれちゃったのか抜けかけてた。歯、歯が。じゃいあれ、ちょっと噛み込む、がもっと噛み込むから。ああ、そっか。ウェハウスのところね。あれ噛み込んだままスポンと抜けたんだああ。いやいや、入試でよかった。だからさ。あれ永久歯だったらもう大豆永久歯さ、生えてる人が、びっくりはチョコ、そんな。食べない食べないしね。はい。 はい。みんな気をつけよ。ね、<laughs> はい。続いて、沖縄ティアスパパヤさんがなんか、うん、意味深なコメントしてますね。はい、バレンタインズレディオ。うん、ナルトラさんの実体験談じゃないですか。バカしろということで。<laughs> <laughs> <も>ああ、ありましたね。あの、泡ですか。泡チョコのロースで。いや、いや違うんです。ロースの風呂ですか。これ多分、あの、うん、あれですね。あの、と、僕、高校の時に付き合、 ラジオリスナー同士で付き合ってたんですよ。うん、で、その時に、うん、あの、お互いがだ、他に誰もリクエストしなさそうな曲を二人で送って、で、な、えー、々さんとなんな々さんのリクエストで、この曲ですっていうリクエスト採用されて、二、うん、人で北総エムという。 ああ。電話でね。ああ。採用されたね。採用伝えたね。えへへ。あそれを彼氏彼女でやってたという。なんだよ。なんだよ。青くて春だな。青くて春でしょ。青くて春だな。ラジオリスナーカップルだからこそできることでたうわおー。やば。そんな思い出は本当にあるんですよ。はいはい。じゃあ、ここで一曲歌ってもらいましょう。その曲を。ははははは。もう忘れました。はあ。はい。え、水寺さん。なんだたんだろうね。え、スタレビ。スタレビ。あの、 これ、ボーカルの方ですかね確か奥さんって、沖縄の人じゃなかったかって。あ,あ、そうなの金目さんの根本金目さん。ええそうなんだ。 ですかね。すいません。皆さん情報不足しております。ごめんなさい。はい。そこまでは調べてない。わからんよ。はい。うん。へぇー。はい。そして、えぇスポンサーさんの話も出てますね。ガラスの中年さんもね、スポンサーさん増えたらいいねってね。はい。えそして、バーモントさん。えワイ Y の一押しは、の、これバレンタインソングですね。お大滝 a 一のブルーバレンタインデイかなと。ぇー。あ、聞いたことあるけど、ちょっと今パッとお会えぇー。いいね。聞いてみたい。はい。 そして、あ、ティーマンさんもこんばん、ムーンというおはようございます。えー、ミスジダンさん、これ出てくると思いますね。よしみえしみシミタイガは知ってるかと。よしみただしって、あの、よしみ、あの、南国の夜じゃないですか、ラジオバーの。みあのよしみアナと横田ただしあー、ほんとだ。あ、二人足したような。足したんですね。うまいー、ほんとですよ。いやいや、もう、絶対みんなアルバム聴いてみて。ほんとに。うん。はい。めちゃくちゃいい。 はい。え、あ、そうですね。あの、スタ根本かなめさん、あの、ね、え、全国の FM でも番組やってますし、コミュニティでも結構何曲かネットしてる番組やってるそうでえ、そうなのはい。え、その話もね、埼玉もされてますね。素敵素敵。聞いてみたいわ。はい。うん。そして、え、 ガラスの中年さん、なんでしょうね。ロマンティックあげるよって、これ、バレンタイン関係ないじゃないですか。いや、これ、あの、わかりますよ。あの、ドラゴンボールのエンディングテーマなんで。浮かんだのがそれなんだろうね。でしょうね。あの、バレンタインの場の字も何も、雰囲気だけでいっちゃってるって感じ。私の頭の中には酒しかないから。そうね。酒しかないです。酒しかないこれ以上に。チョコレートディスコとかやってたからさ。ほんになっちゃったんだ。になってますね、これね。やばいよ。もうちょっと飲んでください。出来上がってんでしょうね。 パンティーをお願いするタイプだから。嘘、パンティーだよ。俺はあの、生身がいいけど。やべ、チーン、チーン、うわ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 。もう鳥山先生怒って。そんなこと言ってたら、あの、埼玉の郷さんが、リクエスト、ナルト屋さんに捧げます。ロマンティックあげるよって。かぶらしてるよ、かぶっちゃったもん、かぶっちゃったもん。 ね、そしてそんな中、高橋さんがその間で、うえ、謎かけをいただいております。おバレンタインチョコとかけて、お私の人生とか、おその心は、うん。いたわることに生きがいを覚えます。うん。深い。深いなぁ。いたわる。うーん。深い。ガーナガーナかな、ガーナ。もうそろそろ呼吸を、違う違う違うまだ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 。ガーナだ、ガーナ。ガーナ割っちゃってんのかな。はい。ガーナで。ガーナを、ガーナ。あの、主頭で何枚割れるか。はい。 大概割れるよ。大概10枚ぐらいはいけるでしょうね。でもブラックチョコちょっと固めだから。そんな中、ミスジダンさんが空に畳みかけてますね。チョコだけにチコっと離したろか。チン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 。来週はちょっとミキサーも用意してから、ポン出ししようね。本当ですね。これ音楽用と使えるの分かったので。 次じゃあ、ポン出しも、ちょっと、つけて、奈落の底に落としたろかな。今日、今日でもちょこっとネタはね、あの、日本中でみんな言ってるから。ない。このおじさんは絶対この、ちょこっと。<laughs> ちょこちょこだけに、みたいなね、はい。そうですね。<と>言うでしょうね。あとね。はい、お酒でね、よく出るのがスコッチやね。そう,そうそう。 ああ、スコッチ。スコッチ野郎もいたね。よね。スコッチ野郎絶対、スコッチだったら絶対このギャグ出るよな。スコッチ。チョコとスコッチはね。はい。懐かしい。だけどまた合うんだよね。チョコとスコッチって。はい。ほんと。合う、食べながらスコッチクイッ合う。合うんだよね。あスコッチってさ、あれ炭酸入れる人いるのほら、なんかほら、ハイボール流行って。いや、あれスコッチはショットで一気飲みでしょ。なかなあの、 うん。塩舐めたりとか。あれは、違うテキーラか。テキーラもだけど。テキーラはもう、テキーラはショットスコーンスコーンってやって、ショットで飲んで、塩舐めるああ、もう20代の頃思い出しますね、本当に、これは。そう塩舐めないと。即死させちゃうやつね。うん。あれはみんな、うん。ちゃんと、うん。チェイサーで。うん。水置いて飲まないから、倒れるんですそうですね。はい。はい。気をつけろ。 え、もうこのガラスの中年さんのコメントも読み、読みたく。いみ飛ばせばいいよ。飛ばせばいいよ。飛びしましょう。はい。シュプリームさん。なよ。ナルトラさんはセルフでこすってます。何を言わせるんでしょうかあはいや、これ男なのにね。ハまったらね。コスさんね。はい。ね。もうそういった向こうさん、コストラって書いてますけどね。はい。もうこれ、読みました。はい。え、パパヤさん。バレンタインは、旦那が会社の女の子たちからもらってくるチョコを、私が食べるのを知ってるので、 私の好きなチョコを選んでくれる。ああ。ほんといい子たちということですね。すてき、ちゃんと、よく分かってらっしゃる。これは SDGs ですね。そうそうそう。ね。どこに回っていくかね。そうですね。まく回っていく。ギネスさん。はい。チョコの話。うん。300円のチョコをもらうために、うん。いいに行って、ユキチゆきちゅう何枚使うのかなこれは、さすがにやめたらしいです。あ、なるほど。 もう年だよ。あんたも、いい加減、半世紀も生きてんだから。うん、ね。ねはい。はい、ね。ようやく、お利口さんになったね。よかったよかったよかった,かった。夜の店に行って、チョコをもらったという実績を買うっていう感じですからね、うん、本当に。はい、そのために、ゆきちが何枚飛ぶよ、ま。ほんと、喧嘩ね。 玄関 <laughs> 300円よ。そうですよ。もうね。300円のチョコの原価ね。100円ぐらいでしょ<あ>そうですよ。あのー、まさに、まさにね、今日あの、お昼の西町の番組でね、チョコのテーマがこれだったんですよ。チョコの話。お<ー>だったんで、僕、そのまさに、今、うん今 ギネスさんがや、書いたようなネタを送ったんですよ。読まれませんでしたね。それはさすがに、どこでえ ?ROK?ROK! あのー、ナルタラの大好きな巨乳のお姉さんでしょそう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 。いやもう、わかる。よないな。確かにこれは読まれないなと思いますね。だって会った時も本当にガン見してたもんね。チーン怖い自分にチーンこわ1着でもガン見してよ。怖わな。えー、怖はい、えー、ラントさん。 コメントいただいてますね。エコさんいないのいるよ。います。はい。あの、天の声として今日は。はい。そして、カーフボーイさん、そこで3人ってすごいね、かなり狭かったような気がするけど。狭い狭いよ。説明、あの、ゲスト入れたら本当に窮屈でしょ。う。来週、再来週はゲストさん呼ぶ予定なんで、お一方。一人しか呼べない。そうですね。これ、壁白くなかったら本当アウトだよね。本当ですね。はい。え、あ カーポイさん、えーうん、僕の送ったネタは、うん、ほぼ同じようなネタが別の人が採用されてたということで、ありがとうございます。おー、なるほど。はい、どしかも、あの、電話、電話希望だったんで、電話でもう、<laughs> 喋ったと、その方が。あ<ー>あ<ー>、そうだったんだ。そういうことですね。まあ、えー、それはしゃないですね。はい。 そして、かっちゃんさん、スポンサー様ですね。エコさん、ナルトさん、ホワイトさん、リスナーの皆さん、こんばん、ムーンそして、改めてナルトさん、今日、髪の毛切って、反り込み入れましたという、え、ことか女性です。そ反り込みはい。大丈夫何があったあれ、ナルトラのを敷くつもり何があったなら、全然 OK です。ナルトラにあげるのかなあの、髪をね、お守りに入れてね。あ、お守りなんだ。 植えるんじゃない植えるんかいこえ、植えってのこええ。そして、グレタモさんがリクエスト。ボビー・バレンタイン。バレンタイン・キック。そんな曲は存在しません。初めて聞いた。どこの新曲かとね。グレてるね。グレてますね。そして、アッキーさん。ずいぶんとこじんまりとしてるな。これスタジオですね。それはもうしゃあないっす。そして、チョコってあれだろインゴだろどこで仕入れたって。 アッキーさんこそ、こ、これはご存知なんですかんちょこ俺知らないのの。え僕も知りません。はい。あ、あー、わかった。あの薬うあとあの、いうのインゴでちょこっとあったねそうなんだ。そんなのあるんだ。あ、はい、怖い怖い。あの、何だったかなもう忘れてた俺も。 はい。怖いな。そして、えー、ばもつさん。っていうか、秘密基地からも生放送できるんだできるんですよ。これ、あの、実は、あの、昨日ですね、えっと、ゆきさんが、あの、チューシマうたの収録を生配信してるんですけど、それで言ってたんですけど、あの方によると、一応元々からここでも生放送はできる設備があったっていうことらしいんですよ切り替えさえすれば。ああ、そうそう、だからこの切り替えが大変らしくて。だから今は切り替え。切り離して、はい。 じゃあ収録用で使ってる。はい。たと。はいはい。ということで。で、ヤンポーさん。エコさん、この前大味までビーチクリーン行ったんでしょだよ俺も申し込みして行く予定だったけど、寝坊して諦めたということで。おー。寝坊したー。ヤンポーさん。あなたかー。ヤンポーさんが来てないよーって言ってたけど、何名かいるよーって言ったけど、そのうちの一人だな。 前白みすずさん、みすと、それから、もこさんでしたね。そうそうそう。僕、楽しかったよ。あの、すずがね、珍しく、おとなしくてね。ああ、もこさんがいるからじゃないですか。ああ、それはあるかもね。あの、ああいうすず見るの、初めてでね。もう、か愛かった。めちゃくちゃ。よかった。はい。違う。ね、もこさんは相変わらず、あの時にね、 生まれた合言葉がですねみんなのね滅ぼしてやるなんでですかこれ実はねあのゴミの中に瓶の中にとか缶の中にタバコの吸い殻を捨ててそれを恋していく人が多いんですよねありますねありますねこんなやつ滅んでしまえばいいのねだから生まれた言葉が滅ぼしてやるこれが合言葉ですねそそうだ汚すやつは滅ぼしてやるダメだはい そうですね。ちなみに僕は、あの、その前の金曜日に、あの、ミースの RBC の番組は、あの、進化の学校のイベント、あの、琉球放送会館の別館に行ってまして、あの時のミースはすっごい騒いでましたね。あ、ええ。あれじゃないそれで騒ぎすぎて、ただ、おとなしくなっただけかもしれないですね。あれあの、ジェンガを、ジェンガで遊びまくってましたんで、僕も参加してましたけど、はい。しかも、風が強くてさ、 まあ、やんるのを見たら、の、多分それもあるんじゃないかな。俺は分かってるから、ちゃんとウィンドブレーカー持ってったんで。はい。分からない人は、寒い結構薄着でね。った。いや、みんな着込んできてるんだけど、ボクボクして動けねえのよ。ああ、そっか。俺はもう、いつものように T シャツの上からウィンドブレーカーだけど、軽装備で。はい。 難しいね、普通ね。そんなミスジダンさんがですね。猫さん、ミスズちゃんはいつもヤマトナレシ的におとなしくて美人なんだよ。かっこ汗。汗、汗、汗、汗は、汗はいらない汗はいらないな。汗はいらない。褒めてるのかなそしてギネスさんは、今ですね、まだスーパードライ1本しか開けてない開けてないよって。その一方、ガラスの中年さんは、酒が止まらない、お耳のつまみフリムンラジオ。 <laughs> はい。あ、じゃあちょっと一回じゃここで、<laughs> あのコメントね、<laughs> まだまだ読む時間あるんですけど、一回じゃここで CM いきたいと思いまーす。 大好きナルトラと、ココミとしろこにドハマりし、わちゃわちゃ騒がしい1時間。それがフリームンラジオです。フリームンラジオ はい。えー、フリムーンラジオ、うん、FM ギルワンの B スタジオから生放送でお送りしています。今日はのゲストさんがいませんので、引き続きコメントを読んでいきたいと思います。えー、その前にいつもの定期が出ましたね。ギネスさん、うん、とっても可愛いマーヨーの美声。<laughs> 埼玉のゴーさん、<laughs> ほッということで、この2つが今定期になってますね。すはい。さらに <laughs>、沖縄大好きさんが安定の定期と。うん <laughs> いやもう、ここまでね。いや、これぐらいが一番いい。ほっとするよね。はい。確かね。さすが、職人。ですね。皆さんもね、慣れてますね。はい。はい。さあ、じゃ、ちょっとコメント続き読んでいきたいと思います。はい。えー、ミスジナさん。これだけのコメントをさばけるのも、この番組ならではの魅力だと思いますね。すごいと思うということで。ただ、今、ゲストがいないからね、今日はね。そうですね。今日はもう本当そのつもりで。いたらもうごめんなさいですけど。はい。うん。えそして、えー、カッポシさん。ええ。 小学生の時にシールだけ抜かれたビックリマンチョコが一箱振られてたので、えそのチョコを拾って全部食べたことあるよ。でもあれ今考えたら危ないよね。危ないよ。はい。危ないけどね。はい。はいはいはい。元気だけど、だからこれがさ、CD もあったじゃないはい。あー。AKB だったっけあー。あれ、やめれって。大量入って、あね。あのおかげで CD のね、販売が。 あったりとかね。いろんなノベルティがついてるじゃないですか、大体。あの、あの人のだから、あれも一人一個だけ購入。ね。か、もう鑑賞用まで入れたら、一人もう最高を三つまでにして、身分証明性にして、ネットで繋げば、それ以上買えなくなるさ。まあ、それ以前にもう今はね、もう配信ですね。まあ今はね、だけど、逆に、それのおかげで配信加速ついたんでしょうね。ああ、かもしれないですね。逆に。だからまあ今となってはいいんだけど、あの時、 もうムカついたもん。ダメよ。あない。箱で捨ててる人とかいつね。そうそうそ抜くだけ抜いてね。これもダメですね。はい。さあ、そしてそのギネスさん。はい。もちろん今年もチョコはゼロなので、ホワイトデーは関係なしになりました。うん。何か、ということ何も言ってないですよ。いや、何も言ってないですよ。何も言ってないですよ。えっと、いい、あ、やばい。本名、本名をよしく。い、待って。 ギネスさん、ダメ。ダメ。ギ、ギで。ギで始めてあげて。ギで始めてあげてください。本当ですよ、本当ですよ。名前の方で、いつもの癖で言おうして。すみません、やめます。ギで始めてあげてください。はい。えー、ちなみに、あの、ヤンポーさんは、ちゃんと、あの、くちゃんと正規に、えシールを抜いたチョコをもらって食べてたそうです。 さっきのあ、もらったのねじゃ常識いや、落ちたのダメってクリマンチョコそういうのに興味ないタイプだったからね c もちろんいますよ、もちろんねはいファミコンも買ってもらったけどさはい1年では来たもんなあそういえば、あの今度ねカンナクニーさんがそのレトロファミコンとかレトロゲームのイベント来週末ですか24日にやるみたいですね純屈堂で興味ないのよ たまにちょこっとやる分にはいいんだけど、今、パソコンでも、でますよねファミコンの何だかな、昔入れてたんだけど、今もうあるのあるんじゃないですかね。そのプログラムを入れて、コントローラーだけ入れパソコンの USB 差し込めば、ファミコンが好きです。俺、それでやって、グラデュースにまたはまってたんだよ。結局はまってるんじゃない時を超えてはまりてすい。 で、またやめた。これはダメだと思って、また、もうコントロールしてた。周期が来るんだよ、くる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 。波がね、くるくる、マリオとね、クレディウスね。繰り返す。そして、えっと、TMR さんから、スタレビ、あ、これ、カラーでイベントやってますよねって。おえ、そうなんだ。ん 確かやってるはずです。な、どこだったかなイベントえぇー。死とか、死とかどっかでやってるんですね、毎年。どこでしたっけねなんか、なんか僕もどっ、場所忘れたんですけど。確かど毎年香川でなんかイベントやってる。毎年やってんのすごいじゃんいえぇー。いいね。はい。そしてですね、ちょっとここら辺からいろいろ、まあ僕のね、あの、えっと、バレンタインレディオのエピソードの話とかもありましたけれども。あったあったあった。えに対するコメ、あの、ツッコミもね、たくさんありましたけれども。はい。 ええと、たくさんいろいろ出てきてますね。はい。え、そして、えっと、あ、ヤッポさんね、お酒やめたんで、え、なんか、飲まないウイスキーがたくさんあるとかね。ああ、もう、送ってもらえれば大量に処分いたしますた。おーはい。あの、ナルトラの家にあの、着払いで送ってもらえればね、あの、フリムメンバーで歓迎いたしますので。はい。 そしてギネスさんがね、もう飯里に行くのやめたよって。これもキリってね。キりって。よくしや。うそつきだ、嘘つきって言った。うそもう本当にこの同期のね、トークですね、これね。怖いわ。怖いですね。 ええそして、シュプリームさん。申し訳ない。今日、中国からうちのスキー場に来ている超絶可愛いお嬢様女子大生から、本命チョコをもらいました。ということで。シュプリーム爆発しろ怖あもう、怖ごめんあえて呼び捨てさせていただきました。もう、これはもう本当にまあ、いいでしょう。いいでしょう。はい。特別ですよ。おじいちゃん。今夜も頑張るのかな頑張るんだよ。 おじいちゃんね歳年で頑張る年の7歳なんでしょうかねはいあ多分40か50ぐらいいやいやそこまで入ってない全然そして松田つ子さんありがとうございますああつ子さんお久しぶりじゃないですかね久しぶりですバレンタインチョコはここ数年もらってなかったけど今年は SNS のキャンペーンでおエデルワイス沖縄からかなりしっかりめなのいただきましたおこの時期自分で買いにくいのでありがたいですということでおおはい現象に当たったんでしょうねエーデルワイスいいですねいい はい、ここで多分ちょっとミニ情報を挟みます。はい。あの、明日ですね、はい、スーパーとか行けばですね、はいあの、今日売れ残ったチョコレート多分、うん、かなり割引になると思うんで、そうだね、はい。明日皆さん、はい、あのチョコ欲しい男性人、女性人でも、<laughs> スーパーリレッツゴー <laughs>、うん 多分半額まで押しますね。最直後ですね。そうすね。もう包んでるからね。売り切りたいよね、向こうもね。ね。もうだっていいんじゃない自分への候補。そうですよね。はいはいはい。こういうのをね、うまく活用してください。はい。SDGs。はい。えちなみにですね、ギネスさんはいいドにはもう2年行ってないよって言ってますね。 マスクや、そんねえ、まあまあ、テレビには言ってるでしょうけど、何ていうの近くに聞いてもらうとおりやばいやばいやばい、名前でし名前でしょ。今日 LINE しかないんやゃなさいかと。そんなギネス様もスポンサー様です。ありがとうございます。はい、そして、アッキーさん、日曜日にこの番組やってれば、日曜日の秘密基地じゃねえかって。これは東京の番組ですね。はい、ちょっと。 え、そして、ええと、次は、え、いたな、チョコ捨てるやつ。ガラスのチュンネンさんね。はい。え、それから、え、あー、なんかカンボーイさん、何か思い出したかのように、上、上、下下左、右、左、右、BA。あ、なんかあったね、あったありますね、これね。あったあグラディウスのいやグラディウスでしたっけね。なんかあの、あれは、上、上、下下左、右、左、右、BA を、レンチャンで、ポーズボタン押してからやれば、 最強モードになります。なんかあるよね。なんかゲーム昔それあったよね。ありましたね。あと、スーパーマリオで100人増やすやつとかね。そうですね。ポコポコするやつとそう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 。あと、チャレンジャーでも持ってき。チャレンジャーというゲームでね、あの、無限に増やすやつえ、そんなのの戦闘車両でジャンプする。そのタイミング、場所と。 で、あれでも100人マリオみたいに増えていく。そうですね。はい。ありますね。いろいろありましたね。はい。さあ、えちょっと、これ、メールに行く前に、これだけ最後読みたいと思います。えシュプリームさん。下品なホステスさんがいるお店に行くと、出がちな、おっぱいチョコは何気に好きって。あに何人もらったんでしょうね。えまあ僕もね、もらってないとは言いませんけどね。この手のお店でね、昔ね。はい。失礼いたしました。うん。はい。では、メールテーマ、チョコの話行きたいと思います。はい。 えまず、埼玉のゴーさんです。はい、うん。ナルトザエクさん、ファ<い>イ,イティーさん、レスナーの皆さん、こんばんは<ー>甘い男埼玉です。うん、<お>テーマ、チョコの話。小学生、中学生の時は、学校にお菓子持ち込み禁止で、休みの日に女の子の友達からギリチョコをいただいてましたね。高校生の時は、交際していた方からチョコをいただきましたよ。うん、今は、読みタンチワイフが忘れていなければ、手作りのガトーショコラをバレンタインに作ってくれます。 僕からは毎年、ゴディバのチョコレートをワイフに送っていますね、<ー>ということで。ああやましい <laughs> いいじゃないはい。そんなですね、埼玉の郷さんが。うん。これな、これは奥さんかでしょうかね。うん、えー、体調悪いのに作ってもらったっていう、ね。ちょ貴重な。あの、ホワイト。うん クリームがたっぷり乗ったチョコケーキですかね、これは。おいちっちゃ。え、さらっと流したって。さらっと流したって。手作り感が。手作り感がいいわね。これ。うん、ほんとに。え、埼玉のゴーもバカしろう暑いな、今日。あー、めん、今日 SE 仕掛けるの忘れてさ、来週からちょっと SE も。はい。うん、高校一つ ミキサー置いて、水取れるようにしようね。そうしよう、そうしよう。はい。もう、あの、さらっと流したとかね、うんとはって言いますから、もう思いっきりちょっと突っ込みました、本当に。あストラッといただきましたね。ちなみに、生クリーム絞ったのは、えゴーさん自身ということで。あ、なるほど。失礼いたしました。出たの父。出生クリーム。生の。やばいな。はい。あの、 もう一つの方、ワンの方ね。ね。はい。さすがに、9時とはいえ、また早いって。じゃあ続いていきましょう。はい、こちらい,いっちゃっていいっすかはい。ヤンポーさんから聞いてまーす。はい、こんばんもんして、チョコレート。チョコといえばバレンタインですよね。はい。えー、高校時代は大変でした。はい。俺は。 北部農林高校出身だったんだけど。<laughs> 北部農林ですね。農林、ねはい、なんだよね。えー、校内の女の子たちからチョコをもらうのはまだわかるんだけど、はい、他校の生徒が俺の学校の正門まで来て、21世紀の森まで呼び出され、<laughs> 告白を受け、<laughs> チョコをもらった。しかし、人数の多さよ。数十名だよ。数十名の女の子たちに囲まれると、怖いとしか言えないけど、 俺の前で女の子同士が喧嘩も始まるし、意味わからん。誰がバレ,バレンタインなんて作ったかあんなの作るから、ああいう喧嘩も起きるんだよもうね、あのー、ちょっとこう、こういうエピソードをね、えー、ヤンポさんは毎回毎回いろんな番組で聞くんですけど、うん、でも確かにあの方かっこいい、今かっこいいんですよね<ー>。ちょっと写真載せてたの見たことあるんですけど。そうなの。 ねえ、いや、まぁちょっと、ほんと、最初はね、ほんとに、正直にわかに信じられないなと思ったんですけど。うん。いや、ほんとなんだ、じゃあ。えぇ、ほんとらしいですね。ヤンボさん。ヤンボさんをめぐって喧嘩が始まるっていう。えぇ。えすごいなぁ。だから、女性教育症になったっていうメールもね、過去に聞いたことありますけど。あ、そうなのはい。えぇぜひ、直していただければと思います。じゃあ、続いてどうしましょう読みましょうかお願いします。えー、高松から。おうどん県大好きさんです。ありがとうございます。はい。 私が好きなチョコは、チョコケーキです。ここ数年でチョコケーキをよく食べるようになりました。うん、それまではチーズケーキが好きでしたが、チョコケーキもだんだん好きになってきましたと。えー、確かにねあの、やっぱりショートケーキが好きなのは僕も変わりないんですけれども、ずっと。たまに食べるチョコケーキはすごい美味しいんですよね。わかる。わかる。はい わかるよ。わかるよ。なんか味覚が変わってくるじゃないそうですね。若い時はそんな、メンズのチョコなんて、みたいな感じが、だんだんなんか、あれ、酒とチョコ合うなとか。そうですね。ふと、ふと味覚が変わった時みたいなね。あるある。はい。出るね。出ますね。はい、じゃあ、りがとうございます。こっち行っちゃっていいですかはい。これまだだよね。え、まだです、まだです。はい。え、今夜も元気に、こんばんむー えー、みんなの沖縄 T シャツ、パーパー、イヤーですありがとうございますってきてるね、すごい。はいえー、チョコといえば、えー、学生時代はよくバレンタインにもらっていて、ウハウハだったんですよ。もらう方だったんですね。でも、何かのおまじないなのか、髪の毛が入っているチョコをもらったことがあって、それに気づかず食べてしまい、それからしばらく手作りの菓子が、 ちょこっとだけ苦手になりましたね。ちょこだけに。一応言っときます。す女性の方です。はい。えー、くれた子はまあいいとして、このおまじないを考えたやつ、マジで許さん。今は作るのも食べるのも好きです。<laughs> これ大丈夫なの髪の毛入ってる。チョコってっね、溶かし、一回溶かして、改めてこう、かたどったものに入れて、固めた時に入っちゃったんでしょうね。入っちゃったのか、わざと入れたのか。えー、はい。 なんなの呪いのチョコどっちなんでしょうね。呪いのチョコなっど,どっちかによって本当に意味変わってきますからね、本当に。ね。そうだけど。<laughs> 怖いね。これ怖すぎないまたね、あの、多分、これは女子同士だと想像しますので。ええ、でも人、チョコ人に髪の毛食わすってやばくないやばくないですかえ、普通。え<ー>調理するときって髪の毛落ちないようにするじゃん。そうですね。あのー、ね。 まあ、変態な男性だったらもしかしたらね、喜んで食べるのかもしれませんけれども。うん、はい。じゃつ続いていきたいと思います。お願いします。えまた、これは女性リスナーの方ですね。<っ>えー、ティンクルちゃんさんありがとうございます。<っ>チョコの話。バナナチョコ、バナナチョコポード、あ、ごめんなさい。バナナチョコボードパイというのを作りました。おぉ<ー>。YouTube で見て、作ってみたいと思い作りました。うん、美味しかったです、ということで。美味しそう。ちょっとこの単語で一回また、YouTube 検索してみましょうね。ちょっと僕も、バナナが入って、 とチョコが、がパイになってるっていうのは、字面でわかるんですけど、ちょっとどういう形作ってるのか想像つかないので。そうなんかでも、全然想像はつかないけど、組み合わせだけで美味しそうってそうですね、確かに。チョコとパイとバナナでしょそうですね。うまくないわけがないよ。そう思いますね。はい、ありがとうございます。ということでメールはこれだけですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 うん、じゃ、ホワイトさん、チョコの話なんかありますかチョコの話はい。あのー、まあ、今日、チョコね、配ろうと思って、はいはい、3円行ったら、はい、おっぱいチョコ売ってました。ああ、いや、いいなぁ。買おうかなと思って、ね、買おうかなと思って、うん、ってるんだよね。やめました。<laughs> <laughs> いいじゃないですか。なんか、いいなんか嫌だった。<laughs> <laughs> 別にねあの<あ>、僕とエコさんの中じゃないですか。オ、うん、ケ狙い。なん, <laughs> なんかほら、なんかはい、はい、家の近くのね、三家だった。<laughs> これをカゴにどっさり入れてる自分を見られるのも嫌だいや別にいいんじゃないこれ、これスイッチですよねとか言うの。ごまかして。はい。え、埼玉の郷さんから、恥じらうなと、コミをやってます。いやだって、俺、あの、誰だった何いずれにだ、あの、ひとみあひとみさん、あの、戸川ひとみさんね。の誕生日の時に、おっぱいケーキあげたもん。こっちで。 プレゼントで私も一回こっちのパンケーキもらったよ、それは。俺だよ。ちくげが生えてるうそう前あれですよね。入れ替わりの番組の。あれは、けはね、ひふみ作です。誰だ、ちくげ。ひふみかやりかねん。つらまだ覚えてる。やりかねん。えまあ、そんな2人はずっとですね、ひふぎのワンでもしってますね、ほんとね。だけど、あっちも喜んでたよ。あ そうなの人も喜んでる。あ、じゃあじゃあよただから、逆に、は恥ずかしがることないと思う。まあ、まあ、あの、関係性はね、あの、仲が良ければそれも良しじゃないでしょうかね。ね。はい。いきなり初対面には無理なんですけど。は無理です。やめてあげても、そこ。そこは、ソフトに。ちょ、ほら、前よりもやった記憶やったにしてるわ。絶対やってるわ。やってるわ。記憶は確かだわ、そええ。そこまではっきりと記憶してるのはね、本当ね。うん。やったでしょ。 まあ、喜ぶからね。うん。うん。景気だしね。まあまあ、はい。いンコだから。インコだかね。はい。そんな喋ってる間にもう時間が来てしまいました。あとっとと。あと1分、ちょっとです。はい。はい。どうしましょう、どうしましょう。こんな感じでね、また、来週、再来週はゲストさんを迎えてこのスタジオからお送りしますんで、ぜひぜひ。ね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、来週のテーマは僕になりますので、おっちょっと待ってあは違う間違えた。一応、一応、テーマ発表。あの、僕のトークするわけじゃないので。どうぞどうぞ。 一本切るよ、はい。はい。では、来週のテーマを発表したいと思います。<っ>来週のテーマはこちらです。新しい、は、た、し。ということで、ね。えー、最近ね、新しいことを始めてみて、うん、自分が変わったとか、うん、心の絶景を見て心現れたとか、<ー>えー、そんなこと、ね、もちろんね、あの、うん、ラ,ラジオに、 ラジオ聞くようになって変わりましたとか。うん、これ、<お>新しい私って言っても、あの、最近の話じゃなくてもいいので。うん、えー、何か、新しいことを経験して、こう変わりましたっていう話であれば。うん、いいかなと思います。いいちょっとね、ひねったテーマですけれども、うん、ぜひぜひ。えー、うん、FLGO1 もスタジオのね、理事がしますので、このテーマで考えてみましたんで、ぜひぜひ来週は、新しい私でお待ちしております。ということで、フリームラジオまた来週でーす。ありがとうございました 定番ですなちゃんと追御すねは入ってないということなので,でな失礼しましたお疲れさまで,でしたで <laughs> しようちょっと入らないといけないんであああああああ急げ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 